アリ TV の浜智美です。私は今仙台市内のグッチの前に来ています。実は今日仙台の伝統工芸品とグッチがコラボレートした作品が誕生するんです。今日はその作品の制作発表が仙台市役所で行われ、市長をはじめグッチジャパンのプレジデント&CEO などが会見を開きました。I think for us at Gucci is a privilege and an honor to be here today and to present to you this great cooperation between our brand, the city of Sendai and Sendaihira。ヨーロッパのエッセンスにもまた日本のエッセンスにも沿っているという素晴らしい両方の文明をこう一体に作品化したような、そういう意味で本当にコラボレーションの本当に真髄を表しているようなバッグだなというふうに思いました。素晴らしいと思います。その作品がこちら。グッチの象徴的な作品でもあるバンブーバッグ。そのバッグの表面には仙台の伝統工芸品仙台平が使われています。江戸時代からその歴史をつないでいる高級絹織物仙台平、主に袴の生地に用いられ、歴代首相をはじめ横綱、歌舞伎役者など各界の第一人者に着用されています。国の重要無形文化財にも指定されている仙台が世界に誇るべき伝統工芸品です。今日はイタリア・フィレンツェから来日した職人がバッグの最後の工程を作るデモンストレーションも行いました。どうやらバッグが完成したようです。綺麗ですね。欲しい。すごく仙台平が綺麗に馴染んでますよね。男性でも女性でも持てるバッグなんじゃないでしょうか。このように中には限定品ならではのプレートも付けられています。グッチが日本の伝統工芸品とコラボし商品化、販売するのは初めて。このきっかけとなったのが伊藤副市長の尽力があったからこそでした。グッチジャパンの方に飛び込んでいきましてですね、仙台平っていうものが仙台にはあるんだと、これをうまく使ってグッチの製品できないかというお話を持っていったのがきっかけでございます。これが2月15日でございました。2月15日から今7月の12日ですので、本当に4ヶ月余りでですね、こうしたコラボレーションが実を結んだということは非常に嬉しいことと思っております。会見には仙台平の伝統を守り続けている人間国宝の香田義雄さんも参加し、その思いを語りました。今回コラボレーションにあたり、ハスクラツネナのローマ訪問から400年にあたる今年、使者団が公開した大海原、森の都仙台のイメージを表しました作品に瑞宝という名前を入れました。それを提供することにしました。このコラボレーションが今後仙台とイタリアの希望の架け橋、宝となるように願いを込めた作品でございます。飾っておきたくなるような気持ちですね。今現在ですよ。私今後どうなるかわかんないけども、今もう本当に人にあげたくない。香田さんも手放したくないこちらのバッグは、今日から仙台で3点が先行販売、9月1日よりグッチ銀座をはじめ全国で発売されます。なおこのバッグの売り上げはすべて仙台市森の都仙台絆寄付を通じて東日本大震災からの産業復興支援に充てられます。マスカッツィーニさんに支援についての思いを伺いました。I think it's critical, as you were mentioning, to continue the support, because very often we react to tragedies in a very emotional way, so the outpour of support in the immediate aftermath is huge, but then it's human, people tend to move on with their life, tend to think of other situations, but in reality the people of Tohoku still need ongoing support, so it's very important to keep alive the support,
involve maybe the most pressing emergency is no longer there. There's still a substantial amount of support needed by the families there, and we should never forget that. So we're very determined to continue. サンファンバウティスタ号が出版してちょうど400年の今年、仙台とイタリアの新たな絆が生まれました。